山田正三12月20日から1949年1月6日は、日本の法学者、法学博士、京都帝国大学名誉教授、京都帝国大学法学部長、衆議院議員、山田木之助の異母帝、大阪府大阪市生まれ、山田八郎兵衛の四男、幼い頃、東京市に転住、同地におて、初等教育及び中等教育を終えた。 1906年、金沢の第四高等学校を卒業した。1909年、京都帝国大学法科大学読法科を卒業した。大学院に進んだが、司法監視法となって1910年7月14日、大学院を退学した。1911年、兄、木之助方より分家して、一家を創立した。1911年11月10日、 京都帝国大学法科大学の講師を嘱託された。1912年4月、判事に任官。同年6月、京都帝国大学法科大学助教授に就任。後教授に昇進した。1943年、退官した。肖像の区長は、東京育ちのベラン名長であった。肖像は、イボアニ、木之助が、東京夫人。 鈴木こととの間に儲けた娘の林子を自分の養子にした上、熊谷徳之助の三男、辰之助に継がせた。熊谷徳之助は、木之助の父、富三郎の弟、徳、京衛の子である。ちなみに、熊谷徳之助の長男、淳之助は佐藤省を営み、京都府多額納税者である。住所は、京都府京都市上京区寺町通り今出川のぼる。 京都在籍、イボアニ、山田木之介、ありがとうございます。